8月7日第11回 B&G 少年の船が17日間の航海を終え、 B グループ475名の団員を乗せ無事晴海ふ頭に帰港。その開団式が日本丸船上で行われました。皆さん無事にお帰りになっておめでとう。今年は皆様とはそれなんですね、一路平安を朝晩必ずお祈りをするんです。それで今日はまた皆様とお迎えにしたり、お父さんお母さんも来てくださる。それで、この船の一路平安になったことはですね、神仏の護岸と同時に、この船の船長船員、それに、講師の皆さん方、それに、医療関係の皆さん方のご協力のあったためであります。通信で厚くお礼を申し上げます。私たち B グループの団員475名は1週間にわたる洋上研修や飛行地活動を終え、ただいま全員元気に帰ってまいりました。団員一同、立派なお母さんになってちょうだいよ。はい、乗れ。貴重な体験航海の機会を与えてくださった笹川会長と日本丸乗組員に感謝の花束が団員代表から贈られました。今回の少年の船に参加した944名の中高生は、船上での数々の訓練、飛行地グアムでの交換会など多くの良き思い出を胸に日本丸を後にしました。青少年育成にたゆまぬ努力を続け、世界の人々の健康を願い、防災の輪を全国に広め、地球を舞台に大地を爆心、海を駆け空を飛び、民間外交の輪を大きく広げる笹川会長。世界の恒久的平和実現と人類の繁栄と健康を願う笹川会長の大いなる日々は今日も続く。